こんにちは、ふくろです。1分でお答えするショート Q&A です。本日は顎関節症に対するボトックス治療とはということで、お答えしようと思います。顎関節症が、よく起こしている方 の特徴として、後期が張っている方というのもいらっしゃいます。後期が張っていらっしゃると、どうしても食いしばりを起こすので、それによって顎関節症用の症状ですね、食いしばりによる痛みというのが出る場合があります。顎関節症自体は食いしばりとは違うので、食いしばりだけだからといって、顎関節症とは限らないんですが、一応食いしばりがあまりにも激しくて、後筋がかなり発達している方っていうのは、どうしても痛みが出ているっていうことが多いと思います。その場合に、後筋が肥大っていうことが明らかな場合には、ボトックスっていう治療も一つの選択肢としてお勧めしています。これは、簡単に言えば、筋肉の中にボツリヌストキシン、ボツリヌス菌ですね、それを入れることによって、その毒素によって筋肉を、簡単に言うと動かさないようにしてしまう。だいたい50単位ずつ、入れさせていただいたとして、だいたい普通の筋肉の動きの7割ぐらいに、落ちるとされています。そこからですね、3ヶ月ほどするとだいたい9割ぐらいに一旦戻りますので、それを3回ぐらい、やらせていただいて、だいたい7割ぐらいの力、現在の噛む力の7割ぐらいの力まで、簡単に言うと後筋の力を落としましょう。それによって顎関節部の痛みっていうのを、防ぎましょうというのが、この治療の特徴になってきています。私の知り合いの中には、例えばインプラントの即時埋入とかをやらせていただく場合には、この顎関節症のボトックス治療っていうのが確実にやらないと、インプラント体がダメになりやすいということでやってらっしゃる先生もいるぐらいですので、危険とはいえ、毒素を使いますのでね、危険とはいえ、それほど難しい治療ではないというふうに思っていてください。本日は以上です。